俺の勘は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、例になりまして、新しい情報解禁の方来ましたんで、ちょっと見ていこうと思います。これですね、はい。あなただけの近所無料ゲットみたいな感じになっていて、まあ、この今映っています銃の方が配布されるんかな。そんな感じでもらえるみたいですね。あなただけの近所みたいな。登録日表示機能付きっていう風に書いてるんで、あれなんですかね、その、自分が小屋行動を、まあ、始めた日がナンバリングされているみたいな。そんな感じの特別な近所みたいなのが実装されるってことなんですかね。まあ見た目普通に悪くはないからな。うん。まあ、そこそこ。うん。そんな感じの銃ですよね。部位がわかんないけれど、これが、どこの部位の銃なのかっていうね。全く、わかんないっていう。フォルムじゃわからんからな。昨日の M4 とかさ、言うたらってフォルムだけで言えば全然 M4 じゃないからね。あれだって、まあ、AKα に似てるなって話しましたけれど、フォルムだけ見ていて、その銃の種類確認してませんでしたって人多くて、まあ、そういう人は、ね、普通に AKα だと思っていたっていうね、そんな感じだったんで、今回の周年の近銃は全部フォルムで判断しても、しゃあないのかもしれないですね。せいぜい AR か SR か SMG かわかるぐらいであって、どの銃の部位なのかっていうのはね、そこら辺はまあ全くなんか参考にならないなって思うんで、どこの部位のあれかってのはね、全然何もわからないわけなんですけれど、一応まあこれがもらえるという風になってるみたいですね。もらえるものはもらっときましょう。はい。まあ、長男さん曰く 5.56 の武器みたいですね。どこの部位になるんでしょうか。言い間違えたらしいっす。7.62 らしいっす。どういうことね、どういう間違え。